アルビビダム様、よろしければご友人が何を送られたのかご確認されてはいかがでしょう。それもそうだな。これは手紙。親愛なる友へ。君はきっとどうして僕がこんな形で手紙を残したか疑問に思うだろう。それはグラブ来たぜ。具合はどうだ。実はよ、昨日また一つアイデアを思いついたんだ。ん？何書いてんだ。ああ、なんでもないよ。そうか、早速一曲やろうぜ。別に毎日来なくてもいいんだ。今日レインの仕事も大変だろうし。ったく、何言ってんだ。お前が完治するまで来てやるぜ。それに今日レインの奴らは息苦しいんだよ。さ、お前の番だ。グラブ、大丈夫か。ガルビビダム、君も知ってるだろう。僕のマリン病はもう…もういい、言うな。お前はただ疲れてるだけだ。それは僕がもう余命わずかだという事実を君がまだ受け入れられないからだ。知ってるか、僕たちが考えたこのゲーム、最近病院内で流行ってるらしいぞ。へえ、いいことじゃないか。ああ、特別に道具も作ったんだ。これで近くのプレイヤーを見つけられる。さあ、君にも。これで僕がいなくなっても君は新しい友。もういい。 お前はきっと良くなる。こんなもの必要ない。当時君に送った秘典の箱はきっともうどこか隅っこに置かれているだろうね。だからこの最後のプレゼントを今さら君に贈ることを許してほしい。僕たちが出会った頃のことを覚えているかい。マリン病の僕と友達になってくれたのは君だけだった。今度は僕が君に新しい友達を連れてきてあげる番だよ。親友よ、どうかこのような形でこれからも君のそばにいさせてほしい。クラブ、お前ってやつはこんな時まで昔と変わらねえな。私はあまり七星召喚をやったことはありませんが、それが皆さんに多くの喜びをもたらしたことを知っています。ええ、とあるカードプレイヤーの言葉を借りて言えば、これのおかげで人々は出会い、互いを知り、決闘の楽しさを味わうことができたって。そうだぞ、オイラたちも今までにそういう場面をいくつも見てきたんだ。興味があるなら一つ一つ話してやってもいいぜ。そう言ってくれてありがとう。お前の言う通りだな。グラーブよ、お前はこの手紙を残すとき、すでにこうなることを予想していたのか。お前の秘典の箱をずっと持ってたよ。せっかく俺のために書いてくれたカードなんだ。一度も使わないなんてもったいないな。あいつがここにいたらきっとこう言うだろう。みんな、七星召喚を一曲やってみないか。